こ、いけ、ゴー。はい、イケポンです。私の背骨を守って、今日もね、女子高生ちゃんの背骨を守っていきたいと思います。はいで、まあなんかなんとかステージ3までね、まあ、進めてるんだけど、今日はステージ4からだね。はい、前回難しすぎて3までしか行けなかったからね。はい、で、まあ、このゲームはどういうゲームかっていうと、まあ、この子がね、女子高生ちゃんが帰るのよ。ここが、何このステージ、やばくない？まあ、ここがね、女子高生ちゃんの家なのよ。でも途中で、まあ、明らかにこの怪しい人がちょっと襲ってくるからで、まあ、襲われたら背骨を折られるからね、バキャーって言って。だから今持ってるね、下に出てるこのアイテム、今石とこの豚ね、これご飯食べる、豚食べるから置いたら、これを使ってなんとか、捕まらないようにこの家に帰ると。え、これ何？毛虫？え、こんなさ、家のなんか扉開けた途端毛虫だらけの木が生えてるとか、やばくない？え、全くわからない、これどういう動きをするんだ。まあ、まず普通に進むね。1,2,3、このおじちゃんがどのターンで動くかっていうのも大事だから、4,5、この鳥は大丈夫か、6、7、動かない、8、8で動くのか。ちょっとじゃあここに、ここにね、置いてみると食べるのよ。9、やばい、やば、待って、こんなになると思わなかった。たとえさ、こんなに落ちてきたとって死ぬ？毛虫で毒持ってるってこと？やばくない？この子の家の前にこんな、やば、ちょっと待って、なるほど、だ、何回かもうこれね、や、死んで覚えるしかない。だから 1,2,3,4,5,6 で、これで鳥をまず飛ばせるんじゃないか。これ、はい、え、はい、あ、え、待って、え、私石で死ぬの？でも鳥も飛んで、あ、毛虫いなくなった、毛虫いなくなった、けど、けど、け、うん、これ、あ、8,9、あ、え、あ、続いてた。待って、ここに置こう、はい、あ、置けない、豚が、あ、豚さ、この木のとこ置けないんだけど。あー、なるほど、もう豚置けないね。これ豚置くと、まあその間ね、このおじちゃんがね、食べるのよ、この豚を。あげろ。あー、で、この毛虫がいない状態がどのくらい持つんだろう。11、あー、はい、こうやってね捕まると背骨折られるっていう。はいはい、オッケー。じゃあ、1,2,3,4 で、石に私つまずいちゃったらあれだったから、まあ、お、まあ、ここに豚はここ置いとこっか。だって別に早く来てもらう必要ないもんね。10,11,12、次ぐらいで食べるかな。まだ大丈夫だよね。私石にはつまずきたくないから、進めてここに石を置く。で、次私歩いたら毛虫が落ちてきてやばいんだけど、鳥が飛んでくれると思うの。いくよ。はい、え、さっき鳥なんで飛んだの？私が転んだことによって飛んだ、そういうこと？もうバカ。もうこれはここ置いとこはい、じゃあ絶対転ぶしかない。ああやっちゃったそうなの、これね、自分も食べちゃうのよ。ほらほら、こうやって餌を、ご飯を食べてると 2ターンその場にとどまるっていうね。どうしよう、バカなことしちゃった、バカなことしちゃった。で、ここで私が転ぶのが、転ばないと、最悪、転んでその次の瞬間背骨折られるって、もう難しいよね。はいはい、1,2 自分で置いた餌を自分で食べるっていう。はい、ここ置いとこう。で、あ、行くよ、ここで転ぼう。はい、 OK。 で、
虫はいないですね。はい、でこれ食べてる食べてる。2ターンここでとどまってくれるから間に合うかな。あ、でも間に合いそう間に合いそう。あ、なんだ簡単じゃない、ほら。え、はい、ただいまー。よかった、ステージ3がめっちゃ私難航したんだけど結構スムーズにいけた方、これ結構スムーズにいけた方。はい、次のステージ。はいはいはい、ウサギ、え、罠と、まあ、餌も。このウサギは敵なの味方なの、いるなぁ。このウサギはでも罠を置かないと私を襲ってきそう。でもここさ罠を置いたらさ、あれ、あ、ここなの。罠を置いたらさ自分引っかかるとかね、この道には置けないんだ。じゃあここに置いてみよっか。いくよ、1、2。ん、どこ行ったウサギ。あ、まあね、前に置かなきゃいけなかった。なるほどなるほど、そういうことか。なんかバケやろ、ちょっとちょっと、だって、あー、なるほどね。あ、ダメだ、好きあり。なるほど、うん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 、なるほど。うーん、でもどこで罠を置くのがいいんだ。まずちょっとギリギリ行こう。1、2、3、4。あ、もうこれ間に合うか。5。バゲル、あ、2ターンかかるの。ちょっと待って、ちょこれダメだ、スキアリ。あー、待って、ウサギか。そっか、罠置いてから2ターンかかるんだ。ここに置くね。2で3。はい、で次でしょ、4。はい、で食べると思うんだよね。5。バゲロコネロ、食べてる食べてるの、それ。あ、食べてるんじゃない、罠を解除してあげようとしてんじゃない。え、優しいじゃん。なのになんで私の背骨を折ろうとするの。1で、どうする、これ。次も私の方に来るならここに置いといた方がいいと思うんだけどな。まあ置いとくか、いくよ、8。お願い食べて。9。バゲロ、あ、食べてる。オッケーオッケー、ただいま。いや、まだスムーズスムーズ、全然スムーズ。今回順調だぞ。はい、なるほどね。え、岩しか持ってないな。しかも神様の岩みたいな、どこに置くんだ。ちっちゃちっちゃ、これは転ぶのかな。もしかしたらこのおじちゃまがこのしめ縄がついた石で転んだらいい人になるのかもしれない。1、2、どのくらいで出てくるんだろう。3、4、5。ここに置いといていい。6。あ、大きくなってる。え、大きくない。8。え、あ、これどうなの。あ、ちょっと惜しかったんじゃない。10。あー、なるほどな。11。あー、12。あー、一旦間に合わず、そういうことか。なるほどね。じゃあ、どこら辺に置いたっけ。1、2、3、4、5で、ここでいいんじゃない。6、7、8。あ、胸がめっちゃ痛むんだけど。9、10、11、12。ただいま。すまない。はい、いや、でも、あ、クマのぬいぐるみだ。長い、今回長いな。まあ、まず普通に1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっとターンを遅らせよう、普通にね。あ、まずクマがどうなるかもう見ていい。え、でかっ。ちょっと待って、ちょっとクマここら辺に置こうか。10。え、クマなんでもない。クマなんでもないの。
なんかバカ野郎。まあ絶対これ間に合わないよね。クマはどこに置くんだったんだ。でもここの灰色のとこにしか置けないクマは。ちょっと時間経過で、でもこのさ柵があるところじゃないとこに置くのが正解な気がするんだけど。15、16、え ?17。え、クマ何にも、え、なんかバカ野郎。え、クマ何にも変化ないんだけど。全然遠いよね。ちょっとヒント見てみよう、素直に。はい、え、あ、可愛らしいクマのぬいぐるみはあなたの身代わりになり、男は汚物が好き、一風変わった性癖を持っている。え、あなたの身代わりになる、なるってことだよね、なりで、汚物が好き。え、でもさっき19ターン目で追いつかれた。いやでも豚置かなかったら17ターンか。え、わからないな。とりあえずまたさ、ちょっと肉を腐らせてみる。肉を腐らせて、あ、待って、今置いたら私が食べちゃう。1、2、3、4で、5で6、7、8。あ、もう食べてるよ。じゃ腐らないのか絶対。9、10、11。おぶつ、あ、もう動き出した。13、14。いや、もうここら辺に置いとくしかないよね。こことかに置いても意味ないよね。え、この木のとこに置いたらなんかあるのかな。え、え、木に隠れないの。え、わからない。逃げろ、好きあり。と、身代わりになってくれてないと今のところ。ちょっとここに置いといてみよう。今度ここに最大限時間をかけたら汚れるってことでいいのかな、わかんないね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、まあここ置いといて、10、11、12、13、14、15、16。よしよし。あ、え、よしよし。どういうこと。よしよしでいなくなっちゃったんだけど。あ、これで襲われても身代わりになってくれるってこと。18、なんかバカ野郎。いくよ、19。あ、いけいけ。はい、あ、もう来てる。間に合う、間に合わなくない。え、間に合わないよこれ。あー、ま、間に合うか。いけ、あ、間に合わなかったな。あれじゃん、だからクマは私の身代わりになるっていうのは分かった。で、男は汚物が好きって書いてたから、あの前にさ、私さ、腐った肉を食べておえってマーライオンしたものを好んでたのよだからちょっともう一回腐った肉を食べよう。だから1,2,3,4 ターンで腐ってたのよ肉は。だからここよ、4ターンで腐るから、いくよ。1,2,3,4。やっぱそうだ。で、食べるのに2ターンかかるので、おえってなるのにも2ターンかかる気がするんだよね。だから1
これどのくらいで動くっけ、おじさん。2、3、で、次動く。ダメだ。で、はい。よしよバし。ケろこの野郎。で、2ターンで終えってなってたと思うんだけど、でも前回はさ、終えってなった時と、そのまま言うわってとみたいな、ぽっくり行く時とあって違いが分かんないままだったんだよね。いくよ。はい。好きやりうん。くん。はい。で、と、死なないでお願い。いけるかも。これで、なんでもないかなって言って進んで、お願い。あ、来た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 。しかもさ、豚とかって2ターンなのに、多分クマのぬいぐるみも前2ターンだったじゃん。まあまあ、まあまあ長い。永遠か？これ永遠じゃない？永遠じゃない？結構執着なされてた。これ間に合うかな？でも間に合うよね。もうないもん、アイテム。やばい。間に合いそう、間に合いそう。ただいまー。あと何ステージ残ってるんだろう。あと3ステージだ。はい、とりあえずここら辺にしとこうかな、今回。いやー、やろう、ちょっと性癖が特殊だね。